こんにちは、バランです。私は今まで丸カンの形をちょっと変えてピアスにしてきました。たくさんの方に動画を見ていただけて、コメントもたくさんいただきました。で、そのコメントの中にこういったペンチを使ってこの丸カンの形を変えるんですけど、あの種類によってこの丸カンが開きづらかったり、あとはちょっと歪んでしまったりするっていうコメントをいただいて、あの多分こういったペンチをこう使う慣れっていうのもあの多少あるかなと思うんですけど、今回は一切このペンチを使いません。なので今回の動画はワイヤーやペンチをしまってぜひご覧ください。今日作るピアスはとっても小粒な可愛らしいデザインとなってます。ぜひご覧ください。今日使うものは透明のレジン液、着色剤ビトラーユのホワイトに合わせてこの3色を使っていきます。詳しい色味は後ほどご紹介します。そして今日メインで使っていくものは大きめの丸カンです。今日使う丸カンは 9mm のサイズです。装飾にはゴールドのブリオンとスワロフスキーのストーンを買ったので、こちらを使っていきたいと思います。
というわけで今回のピアスが完成しました。いつも大ぶりなピアスを作りがちなので、今回はシンプルな小さなピアスを作りたかったのと、ペンチなどを一切使わずに丸カンを組み合わせるだけでこういったピアスをちょっと作ってみたかったので、今回はこんな感じの仕上がりになりました。今回金具として使ったのはこのピアスの金具にチェーンがもともとついているものを使いました。もちろん耳にフィットする形がいい方はこういったピアスやイヤリングのこの台座がついているものを使ってくっつけるといいかなと思います。こんな風に色味に合わせて寒色系はシルバーの丸カンで合わせてみても可愛かったです。今回どちらかというと暖色系はゴールドと組み合わせてみました。こういった丸やっとこやペンチなどでワイヤーだったり丸カンだったりいろいろこう加工して形を作るんですけど、そういうのがちょっと苦手な方は丸カンを組み合わせるだけで可愛らしいデザインができるので、ぜひ参考にしてみてください。こういった丸カンの使い方がためになったよっていう方、またはこのデザインが可愛いなって思ってくださった方、ぜひぜひチャンネル登録や評価などよろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画もぜひご覧ください。